経済学部3回生です。経済学部3回生です。経営学部と経済学部で迷ってたんですけど、経済学部の方が講義内容の幅も広いですし、将来社会どう出るかわからないので、やっぱ一番スタンダードかなっていう経済学部を選びました。高校生の時に社会系のことすごい好きで、そういうことを広く学べるのって経済学部かなと思ったので、経済学部を選びました。社会政策って言うんですけど、会社に就職してで退職する時の対処法だったりとか、自分の知らないところが知れて身についたなっていう感じはしました。社会保険論という授業で、社会保険の制度とか僕たちがまだ全然知らないようなことを先生が教えてくださって、すごい勉強になったなって思います。国際経済論を中心のゼミになってます。グループによってやるテーマとかバラバラで、恋愛取り上げたり、私たち同じグループやったんですけど、アルコールについて調べたり、アルコール消毒について調査しました。どうやったら利用率上げれるか調べて、例えば置く場所を変えるとか、ポップを作って訴えかけるような言葉をどれにするかとか、そういうのを考えてアンケートを取って、どういうのがこう効果的なのかなっていうのを調べて発表した感じになります。文章を考えるの結構大変だったね。長すぎたりすると、ちょっと相手もながら読みになったりとかして、そこは悩みましたね。あとはアンケート結果がうまく出なかったのもちょっと苦戦しました、うん、ほんまに和気あいあいとしてて、みんな仲良くて楽しいんですけど、こういざこう授業始まったりとか研究ってなった時にはすごいスイッチ入って目の色変わって、メリハリがあるよね。メリハリがすごくて、ね、みんなすごいなっていつも思います、うん、みんな仲いいと思います。普通に遊び行ったりします。自己紹介をそのちっちゃいグループの中でまずするんで、キャラ的なものがちょっと出てくるんで、その時点で私のグループは打ち解けるのはすごい早かったです。楽しいですね。経済入ってよかったなって思います。友達もできましたし、職員の方とかもいろんな話させてもらって、人との距離が近いなって、そういうとこが良かったなって思います。入る前は確かに男子多いなとイメージはありましたけど、でも入ってみたら女子も同じぐらいいるんじゃないかっていうぐらい、あんまり男子が多すぎるとかは思わなかったですし、男子も男子で女子男子と差別してこう話しかけるのに戸惑ったりとかしないんで、そこは気にしなくていいかなと思います。大阪経済大学は範囲も結構ちっちゃめで無駄がなくて、特に人の距離が他の大学よりも近いっていうところは本当に自信持って言えると思うので、友達作りたいとか大学生活を思いっきり楽しみたいっていう方は、ぜひ大阪経済大学に来て人との距離の近さを感じてもらいたいです。経済学部に進まれる方はぜひ藤原ゼミに来ていただいて、楽しいですし、メリハリもちゃんとあって、入って後悔しないゼミだと思うんで、ぜひ入ってください。待ってます。